ンドアップ、ヴァンガード。優勝者の実力見せてもらおう。ああ、やっぱギアースはいいよね。すっごい迫力。確かギアースの仕様はベスト16からだったよね。ギアースか、久しぶりだな。使ったことあったんだ。ああ2回。お、いつ誰とファイトしたんだい。ドラエンの支部長と、あとはイグアノゴーグのブーストをディノクラウドでヴァンガードをアタック。スキル発動、ベビーレックスを退却、ディノクラウドをパワーアップ、そして山札からティラノレジェンドをコール。まさに弱肉強食。血の匂いに誘われてティラノレジェンドも現れた。いけー、どうだ、これでダメージ5対2。豊山選手、前回優勝者の力を遺憾なく発揮。神崎支部長、なすすべなしか。お、嘘でしょ。泣いてる。これはどういうことでしょう。神崎支部長が泣いておりみやす。一方的に負けてるからって、何も泣かなくても。弱い、あまりに弱い。これが優勝者だと。悲しいほどに弱いぞ。ライド、クラレットソードドラゴン、ジェネレーションゾーン解放。天狗ユイが独尊、真なる力よ、我が元へ超越。波動黒竜オーラガイザードラゴン、ストライドスキル、そしてコールスキルで2枚をドロー。さらにコール、黙殺の騎士ギーバでアタック、ガード、オーラガイザードラゴンでアタック、スキル発動、味方のリアガードを退却させ、山札から2枚を手札に完全ガード。そしてパワーアップ、トリプルドライブゲット、ダブルクリティカルトリガー、リュウガ重破弾。すげえ、一気に追いついた。今さら薬気になったところで残り1ダメージ、このターンで決めてやる。ジェネレーションゾーン解放、ストライドジェネレーション、超古代竜パーリータイタン、これでおしまいだ。イグアノゴーグのブースト、ティラノレジェンドでヴァンガードをアタック、インターセプト。クソ、これならぬるい、完全ガード。おら、完全ガード。そんな、俺のターン、ストライドジェネレーション、波動黒竜オーラガイザードラゴン、ストライドスキル、そしてコーン、アタック、ガード、
ナイトスカイイーグル、インターセプト、ガード、リュウガ重破産。